ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。乳首スパイクのピンに付け替えてみた。クリックリックリッあのいわきの皆さんごめんなさい。そうなんです。本日の動画はなんと吉木の地元いわき総合運動競技場に来てます。やばいね。僕らが来たのは4年前ぐらいか。それ以来吉木さんもそれ以来、うん、高校の時とかさ、吐くような練習をここでやって大学のスカウトを勝ち得た競技場といっても過言ではなくて、なるほどね。12年前、体の神経が覚えてるの。あ、ゾクゾクして変な感覚になる。吉木を育てた競技場ですからね。そうそう、ちょっとエモーショナルも感じながら、はい、だいぶね、そんな話も適当に入れといてください。競技場に来てるんですけども、冬季練開始。多分動画がもう上がってて、その動画っていうのがタムジョとの対決、 400m 対決も控えてます。なので冬季練習の延長線上であいつは倒せればいいかなと僕は思ってるんで。なるほどね。おいセルフアップ。冬季練習始めということで、あの10日間ぐらい休ませていただいて、本当に軽くウエイトとかは気持ちやってたんだけど、しっかり体動かさない。今日はあの10日ぶりというちゃんと休みました。10月めっちゃ追い込んだんで、しっかり体休ませてもらって、お疲れ様でした。うん、いや、ありがとうございます。それからまた改めて頑張っていきたいというところで、今日は250を3から4やろうかなと思ってます。できれば4やりたいんだけど、やっぱ練習始めということで体が動かない時もある。あとは寒さもあるし、無理なくフォームを意識しながら、まあ7分から8分レストで、できれば7分でやりたいなという感じで思います。でもよしきも気づいてなかったと思うんですけど、ウェア紹介欲しい。これめっちゃかっこいい。そうそうそう、めっちゃいいんですよ。一回ちゃんと写していい、めちゃくちゃいいんですよ本当に。結構割れてますで、シンプルなワンポイントにブラック回っていただいて、いやかっこいいよ、かっこいい、うん、この陶器もう言わずもがない。アシックスはね、あの仲間だから。あ、なるほど、仲間。あ、西の仲間だ。もう言わずもがないんですよ、この陶器。触ってごらん。あ、すごい、もうめっちゃあったかい。羊みたい。開けてもね、このこう襟がこうなる感じ、こう開けてもちょっとなんかね、ファッショナルブルー。なんかあのね、ベストを羽織ってるみたいなデザインというか、めっちゃいいべ、これこれね、早くちょうだい。そうだよね、これね、もうめちゃくちゃ寒いじゃんね。うん、なのでやっぱりあったかい状態から始まるってのはすごく大事なんで、これを着ながらしっかり頑張ってきていたと思います。なんて今なんか噛まなかったよ。めちゃくちゃ噛んだけど、ご了承。今日もめちゃくちゃ寒いので、これを着て頑張っていきます。はい、中学生うるさいね、あのブチブチします。めちゃくちゃ頑張ってます。すごい挨拶もしっかりしててね。ね、素晴らしい。本日も行きましょう。参りましょう。ダッシュで行こうぜ。このスタンドマジ涙出てくる。今日はね、こっちにあの荷物を陣取ったんですけど、高校時代はこの辺に陣取ってました。この辺かな？この辺。この辺に女子校の平商業が陣取ってたんですよ。可愛い集団。この陣地からこっちに移動するときとか、ちょっと前通るときはちょっと緊張してました。うん、タワタンこんな綺麗だったっけ。あ、シュウエさん、シュウエさんアップしてますね。10日ぶりのラン、はい、シュウエさん、シュウエさん、タきつそうやねお前。どうタータン。うん、だよね。高速だった。ああ、はいはいはい。ごめんなさい、相当きつそう。いわきの競技場ね、高速タータンで記録出やすいんですよ。めちゃくちゃ痛くてるね。この時期ね、しかもね、紅葉が綺麗なんですよ。そうでもなかったわ。とりあえずもう懐かしい。だって俺が 5000m14 分台で初めて走ったのもここですから。 1500m 初めて3分台で走ったのはここじゃないわ。ありがとう。おやすいす。こちら OK。え、みんな何種目は？短距離と跳躍っす。おー、じゃあ TKD プロジェクトで一番好きな動画は？世界人に10秒出した時。あー、その前のやつ。嬉しい。いや、地元の学生に言われるのめっちゃ嬉しい。嬉しいね。あー、めっちゃ嬉しいわ。マップが終了しました。これから練習用のスパイクに履き替えます。皆さんね、分かってると思うんですよ、今日僕の何が履くか。今日手伝ってもらうスパイクはアンビションです。タイムは問題なくこなしていければいいなって思ってます。相変わらずね、ここのシューターのところちぎれないようにしっかり今日も気をつけて履いていきたいと思います。かっこよ、かっこよさで頑張れるっていいことだな。大事だわやっぱり。
それで設定タイムだけど、ああ250ね、35、34、33で最後残り余裕だったら32で行きたいなと思うんだけど、ちょっとまだ導入なのでどんなもんなのかっていう、この10月なんてほぼ試合で量は全く踏めてなかった、その後オフシーズン入れた後の今なので、ちょっと量に関する僕の動きっていうのはちょっとまだ読めないので、ちょっと今日はそれを手探りで見つけていきたいと思います。それでやっていきます。ダッシュで行こうぜ。元カノと一緒に動画撮った以来だな、このアングルで撮ってたと思うんですけど、わかります？あの俺の 50m 超バズったやつ、あれ実は元カノと撮ってたんですよ。さあ、しげさん、はーい、早く、はい、はやれて。さあ始まりました。さあ1本目、いやこれアップ難しいな、こんなのでどうでしょう。このアップするとめっちゃ振れるんよ。てかあいつ足長えな、足長おじさん。いや綺麗、これ俺全力出しても俺勝てねえんだろうな、このジョグな感じ。いやすごいね、アンビションのこの反発が動きから読み取れる。いいじゃんいいじゃん。お疲れ。35秒1。おーめっちゃいいね、めっちゃジョグみたいだったよ7分。そうですね、7分レースでいこうか。はい、フォーム良かったから、うん、帰りたい。ダメだってダメだ。ボディコントロールも大事だけどね、量やってきたよね今日ちょろっと。11月のスケジュールみたいよ、走れねえ走るとこがないと今日も福島来て、いや本当に競技場空いてて、空いてなかったら今日ヨシキとジョギングで終わりよって言ったんです。なるほどね。で明日もいわきの設営朝やって、でそこから次ヨシキの神戸マラソンでしょ。ジョギングで俺もついていこう行ってきます、頑張れ。これさ、ずっと俺こっち見て喋っててパッて外見るとえっ暗ってなる。なるよ、うん、あそんな違う、うん、だいぶ暗いな。はーい、この暗さでこのカメラに映るこの明るさすごいな。今ね相当暗いです。なんかカメラでもちょっとあの現象来てない？夜暗いとこで走ると速く感じる現象みたいな。 TK でめちゃくちゃ速く見える。早いよね。はい、33秒9。あー早い、やっぱ早いわ。暗くて見えないでしょ。まあ意外に見えてるよ。でも本当に、うん、3本目とうとう暗いよ。さすがに見えないけどねそろそろね。いやもうあの2本目見えたのも奇跡なんだけど、声かけてくると高校生とか向こう走ってんの実は、うん、走ってる。カメラに映ってないだけで、うん、見えないだけで、あのあっちにはあのちゃんと中学の集団と顧問の先生もいます。いるんだよね、うん、競技場明かりつけないで使わせるいわきの管理人結構好きかも12年前から。12年前からか。いやもうさすがにね、このカメラの性能でももう無理よ。もうや闇に消えようとしてる。闇遊戯ならぬ闇 TKD です。何を言っとる。はーい、はい、今スタートしました。いや行った行ったね。時計の明かりがかすかに見える。これやばいな。いやこれねもうね夜だわ。もう夜です。この競技場電気つきませんさあ TKD、 もう明らかにもう真っ黒クロスケが動いてるみたいになっとるよ、うん、やばい。あ、中学生がファイトって言ってくれた。しかも声かわいい。ダッシュで行こうぜ。あ、お疲れ様でした。暗すぎてちょっと外で結果聞けないんで。32秒9。お、素晴らしい。32秒は上げれたらいいなと思って、うんうんうん、来てたんで、うん、そういう意味では目標達成しました、うん、いいねいいね。多分もう一本いけるんだけど、もうめちゃくちゃになりそうなんで、うん、あと暗くて集中できない、うんうんうん、あんま集中できないんで、うん、今日はこのいい感じのまま導入でもありますんで。まあそうだ、10日ぶりだもん。疲れ。ほんじゃ、はい、去り際ダサ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。